花園万頭は山芋ゅ頭の一つで東京、新宿の名家として知られる。発売以来変わらず日本一高い日本一うまいをキャッチコピーとしている。株式会社花園万頭は花園万頭や濡れ甘ットなどの和菓子を製造販売する和菓子店で東京都新宿区新宿5丁目に本社を置く。現在は千引屋の子会社である株式会社パティスリー。 銀座線引き屋の100%子会社となっている。本校では2018年6月29日まで事業を行っていた旧社と同年6月30日より事業を開始した新社をまとめて記述する。花園万頭、花園万頭定規は大きさの目安として配置花園万頭の焼き印看板商品である。花園万頭は細長いたわら型の山芋万獣である。 商品名と社名は、花園満島であり、花園饅頭ではない。本社近くの花園神社にあやかったもので、同神社に商品を奉納している。和菓子職人が手作りしている。千葉県桜んのとろろ芋に植え、新古と植え、おしろいを加えた生地で、北海道十勝の小豆に、ザラメと四国和三本島で甘みをつけた餡を包んでいる。生菓子であることから、 日持ちが3日間と短いため、数量限定販売となっており、早く完売する場合もある旨の注意がされている。新社への事業譲渡後は、毎週火曜日は販売を行わない。創業、編集店舗を5年に、金沢で創業した石川屋本舗に始まる、老舗の和菓子店である。明治39年、3代目の石川屋一郎が、東京進出を企み、 石川屋ののれんを売却して上京を。日露戦争後の1906年に別の屋号で、初めに青山、後に赤坂中の町に店を構えた。赤坂にある、野木マレを祀った、野木神社にあやかり、和菓子、野木の月を発売して人気を博す。昭和4年、火事で店舗と工場を消失。翌昭和5年、かがまえた藩の御用地であった新宿山校長に、 移転した。八一郎は、万刀と共に寝て、万刀と共に起きよの、心得で新製品の饅頭を開発し、近くの花園神社にあやかり、花園万刀をと名付けて発売。野豪も花園万刀を本舗に改めた。当時の一般的な饅頭のおよそ2倍に当たる2世の値をつけ、日本一高い、日本一うまいと歌った。この饅頭は、大当たりした。特徴的な俵型は、 女性が上品に食べられるよう小ぶりにしたもので、プレミア感も受けて、ヒット商品となった。太平洋戦争により休業を余儀なくされ、さらに東京大空襲で店舗や工場を再度消失したため、一家は金沢へ疎開。昭和23年に新宿へ戻り営業を再開。翌昭和24年に北海道産の大納言小豆をグラニュー糖で煮詰めたもの、濡れ。 カンナツとを発売、花園万党と並ぶ看板商品となる。昭和28年1月13日、法人へ改祖し、株式会社花園万党を設立した。長楽、編集旧社は石川家による同族経営ではあったが、一子相伝として、同世代は一人しか入社させない原則としていた。しかし五代目社長であった。 石川敏夫は、六代目社長となる長男のリーチの、他にも、次男、三男までも花園万島に入社させたばかりか、次男や三男の親族まで会社役員にさせ、株を持たせていたため、コーポレートガバナンスが不安定に陥っていた。六代目社長であった石川リーチの長男で、後に七代目にして、石川家最後の社長となる石川和也が、平成三年に入社する。 ピーク時の平成6年六月期には約42億円の売り上げを記録した。しかし1980年代から1990年代にかけて売り上げ高は横ばいであったが、有利子負債は18億円からが50億円に倍増していた。高額所得法人として工事にたびたび登場し、バブル末期の1992年には1億7。 48万円を所得として申告。同年には老朽化した小平工場の増改築を予定し、隣接地を購入したが、バブル崩壊で地価が暴落。結局は、小平工場の土地を売却し、茨城県の土浦工場へ移転することになるが、こうした設備投資や不動産投資の失敗により借入金が膨れ上がっていった。2005年には、 父のリーチの後を継いでカズヤが社長に就任。その後は経営方針をめぐり、親子の対立が生じるようになる。花園満島の商品は東京メーカーとしてのブランドを守るため、リーチの代までは長年首都圏の百貨店のみで販売していた。しかしバブル崩壊により、百貨店が、これに危機感を覚えたカズヤは父の反対を押し切り、 債務返済のための打開策として、首都圏外の百貨店への進出を決断した。しかし、平成21年6月期には、約7億6000万円の赤字を計上。このため、不採算店舗の閉鎖を実施した。2011年には、東日本大震災による特別損失の計上により、資金繰りが悪化。それに続き、6億円を売り上げていた東京駅の、 駅中店舗2店が店舗オーナー交代や駅の耐震補強工事のため平成24年と平成26年に閉鎖し経営に影響を及ぼした。これと前後して平成25年6月期に債務超過に転落信用不安が流れ始める。東京駅の店舗閉鎖時に民事再生法の適用申請も検討されたが自力で 債務返済することに固執したため破産という結果を招いた。経営改善策として、新商品の洋菓子、東京アンプリン、東京スイートポテアンを発売。また金沢で売却した石川屋ののれんを借りた上で、西武百貨店池袋店などに、新ブランド石川屋本舗バイオーを出展した。カズは、販路拡大に走り、自らコンビニエンスストアや総合スーパー。 テーマパークなどへの売り込みを図ったが、東京駅の店舗売上分を補うには至らなかった。平成27年5月には、新宿の本社ビルを売却したが、平成28年6月期に再度債務超過に転落した。破産、編集平成29年6月期の売上高は、約19億272万円とピーク時の半分以下となり、 店舗数は80から46まで減少していた。この年からは、百貨店や駅中商業施設のテナント賃料の滞納、管理職への給与支配、税金や社会保険料の滞納が目立ち始める。この税金滞納が破産への直接の引き金となった。平成29年9月には、外資系洋菓子店の日本法人と、資本、業務提携交渉を開始したが、 同年12月に交渉決裂、花園満島は滞納していた税金を払うあてを失ってしまった。平成30年4月末時点における高速効果の滞納は約1億5000万円に達していた上、同年5月時点におけるあず現金は4、0円しかなかった。ついに国税庁から5月末までに納税しなければ全資産を差し押さえすると最終通告される。 株式会社花園の満党は平成30年5月31日東京地方裁判所へ破産を申請。同日付で保全管理命令を受けた。負債総額は約20億円。直営店や百貨店内の店舗スタッフは破産について当日突然聞かされたと困惑した。旧法人は破産申請の理由としてスポンサーが見つからず、 破産を申請するに至ったとコメントしたが、しかし実際には、差し押さえ通告を受けた時点で、民事再生法を適用申請し、スポンサーを見つけることは不可能で、破産するしか方法がなかった。翌6月1日以降は、土浦工場が創業停止し商品の製造を休止。報道で破産を知ったファンが、店頭に多数訪れ、花園満島がなくなるのは、残念と惜しみ。 実店舗やオンラインショップでも商品は瞬く間に売り切れた。6月4日には土浦工場が創業再開し商品の製造が再開され、6月7日までの予定だった店舗営業も継続。また、6月末で解雇予定だった従業員の雇用も確保される見通しとなった。同年7月2日、後日のパティスリー銀座線引き屋が設立した。 株式会社花園の満党への事業上と後に、旧社は東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。旧社の創業者一族の資産管理会社であった有限会社山菱も同年10月17日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。旧社の最後の社長となった石川和也は180年以上も 石川家で守り抜いた歴史をとえさせてしまったと、ショックを引きずっているという、2018年12月19日までの旧新宿本店の外壁には、日本一高い日本一うまいの大看板が掲げられていた。また、花園万島の鳥の位置で売られる縁技熊手が飾られていたが、この熊手は旧新宿本店だけに飾られる特別サイズの巨大な、ものであった。 花園満党と山菱は平成31年3月26日に法人格が消滅した。線引き屋参加で再建、編集休者は保全管理命令期間中にスポンサーを探し、スポンサーが見つかり次第事業上等を行う意向を示していた。2018年6月11日に、 事業譲渡に関して行われた入札の結果、銀座千引屋の子会社であるパティスリー銀座千引屋が優先交渉権を獲得した。同年6月20日、パティスリー銀座千引屋が100%出資の子会社、株式会社花園の満島を設立。6月28日に9社の事業を新社へ上都する契約を締結。 6月30日付で旧社の事業は同年新社へ譲渡され、旧社が行ってきた事業はパティスリー銀座線引き屋の子会社である新社で再建が図られることになる。なお新社は旧社の債務の一切を継承しない。また旧社では生産、物流拠点として茨城県の土浦工場と埼玉県三里市の三里物流センターを保有していたが、新社には継承されず、 工場と物流センターは埼玉県川口市へ集約される。パティスリー銀座線引き屋は従来製品は引き続きフルラインナップで提供したいとコメントした。現在は花園満島川口工場と上尾市のパティスリー銀座線引き屋上尾物流センター内に物流拠点が置かれている。新社の本社は当初は中央靴築地にある。 銀座線引きや築地ビルに置いていたが、同年9月に、旧社の本社ビルに隣接する、新宿光ビルディングへ移転した。2020年7月には本社を、花園マントーテイクアウト店と同一のワイムビルへ再移転した。旧社が手掛けていた、オンラインショッピングも、新社への事業譲渡と同時に一時休止していたが、同2018年11月に再開した。旧社時代には、 長らく東京名物として首都圏の百貨店に反路を絞っていたが、旧社最後の社長が方針変更して首都圏外にも出店。破産時の2018年5月時点では首都圏や大阪府に24店舗を展開していた。新社の親会社であるパティスリー銀座線引き屋は事業譲り受け後に不採算店舗の閉鎖を検討するとコメントしており、 その結果大半の店舗が閉鎖され、当初は首都圏の5店舗のみとなっていた。直営店は本社と同一地にある新宿本店のみである。新宿光ビルディング内に所在した花園満島カフェショップと花園満島テイクアウト店を2020年に統合した。旧社時代には地元の新宿伊勢丹をはじめ日本橋三越、日本橋高島や 大丸東京店などに出店していた。新社移行後は、京王百貨店などに出店している。また、旧社時代に2店舗が閉店した東京駅にも再出店している。2020年12月現在、以下の8店舗が営業している。店舗の詳細は公式サイト、店舗一覧を参照。花園満島新宿本店、東京、ありがとうございます。